リューザワイショウ銀河は、1954年に、ローウェル天文台のアルバート・ウィルソンが、ナショナルジオグラフィック協会が行った、パラマール・アブザーバトリス・カイ・サーベイにより撮影された、写真を用いて発見したワイ矮小大大銀河である。局所銀河群の一つで、銀河系の友銀河である。リューザの方角に銀河面の34.6度情報に、ある。ポールホッチは、 1964年時点の構成の分布を分析し、大円率を0.29プラスマイナス0.04と算出した。近年の研究により、この銀河は大量のダークマターを含んでいることが示唆されている。絶対等級はマイナス8.6、合計の高度は205リットルであり、銀河系の友銀河の中では最も暗いものの一つである。竜座外銀河には、 多数の赤色巨星、五つの炭素星が確認されており、また四つの全金巨星分子が検出されている。リュー竜座灰小銀河は地球から約八万一万パーセクの距離に八百三十百五百七十七十パーセクの範囲で広がっていると推定されている。九百六十一年、ウォルター・バーデとヘンリエッタ・スープはリュー竜座灰小銀河の中に二百六十個以上の 変更性を発見した。そのうち138個はクラスターの中央部にあり、5つを除いてすべてがことざ RR 型変更性であった。リューザワイショウ銀河は主に古い種族の構成から構成されており、生還物質の量は非常に少ない。75%から90%の構成が100億年以上前に形成され、 その後20から30億年前に小規模な星形成が起こったと考えられている。金属量は平均 FEH イコールマイナス1.74の単純なガウス分布で標準偏差は0.24である。リューザー相性銀河の中心部には金属量の豊富な構成が集まっており、青色よりも赤色の構成の割合が多い。近年、愛小大変銀河は ダークマター研究の主要なツールとなっている。リューザー愛称銀河は、そのような注目を集める天体の一つである。リューザー愛称銀河の視線速度のコンピュータ解析により、内部の速度の大きなばらつきから計算される質量、高度比は440となり、大質量のダークマターを含んでいる、可能性が示唆された。内部の速度のばらつきの大きさは、 銀河系からの調積力を受けていると仮定すると説明できるが、竜座矮小銀河の水平分子は狭く、このモデルと合致しない。そのため、ダークマターを仮定して説明するよりかなく、竜座矮小銀河は2007年時点で知られている、中で最も多くのダークマターを含む天体とされている。リューザワイショー灰章銀河内でのダークマターの分布は、少なくとも、ほぼ等温過程である。 ありがとうございます。